45、47体制とは、1972年7月に発動された航空会社の事業割当を決めた日本の産業保護政策の通称。45、47体制と呼ばれた理由は1970年に閣議で了解され、1972年に運輸大臣通達が出されたことに由来する。この政策はその航空会社に対する 高速力の強さゆえに、やゆの意味も込めて、航空憲法とも呼ばれた。日本航空のボーイング747型、機、全日空のボーイング737型、機等は国内航空の日本航空機製造 IS-11 型機、第二次世界大戦後の1951年に、連合国軍最高司令官総司令部による、航空活動禁止が解禁されると、 日本国内各地に続々と航空会社が誕生した。日本国政府及び運輸省は、我が国の航空事業の健全な発展のため、事業者の集約化による輸送秩序の確立を眼目として、様々な施策を推進していたが、事業者間にあっても、将来の過藤競争を防止し、業界の健全な発展を期する趣旨から、 事業者自らが選択指定刑、合併を行ってきた。1965年10月6日、運輸大臣、中村虎太は、航空審議会に、我が国定期航空運送事業のあり方について、諮問し、同審議会は12回にわたる、省委員会審議を経て、同12月27日に答申を提出したが、それは、国内線を運営する企業における、 経営基盤の充実強化定期航空運送事業は、国際線1社、国内線2社を適当とするというものであった。翌1966年度には、航空機事故続発等により、国内定期航空航空運送事業は売上高に対し、大使9.2%もの形状損失を出したものの、 1969年度には19.2%の売上高計上利益率を上げる急回復を遂げた。1970年の時点で感染及びローカル線輸送を行っていた航空企業は日本航空、全日本空輸、日本国内航空、東亜航空の4社に集約されており、1965年の蒸気投進に基づいて日本国内航空は 日本航空と東亜航空は全日本空輸とそれぞれ合併する予定であった。しかし、1967年以降業績が予想を上回って急回復した業界情勢の中において日本国内航空と東亜航空が合併を模索するようになったことから国内二社体制化の方針は見直しを余儀なくされ新たに航空政策の全般にわたり 長期的な視野に立った基本方針を確立する必要が生じた。同年6月、運輸省が運輸政策審議会に対して今後の航空輸送の進展に即応した航空政策の基本方針についてを諮問し、同審議会は10月21日に答申した。これに基づいて日本国内の航空企業の再編成がなされた。この答申に基づき、 全日空は日本航空の許可があれば海外へのチャーター便の運航が可能になるとの判断から同年11月14日香港へ向けて初の海外テスト飛行を行った審議会の答申を受けた1970年11月20日の閣議了解航空企業の運営体制については次のようなものであった翌1971年5月15日に 日本国内航空と東亜航空が合併して、東亜国内航空が発足し、本邦航空企業を3社体制となる。さらに、翌1972年7月1日に、以下のような運輸大臣通達が、国内航空会社3社に対して自達された。これによって、日本航空は、国際線の一元的運航と、国内幹線の運航、全日空は、 国内感染とローカル線並びに国際チャーター便の運航、東亜国内航空は国内ローカル線の運航を担当し、将来的には感染に参入するという体制が確立した。これによって日本の航空市場における事業分野の住み分けが定められた。45、47体制が発足してから10年ほどで、その後も続いた経済成長に導かれ、 航空機が広く国民に身近な輸送手段として認知されるに従い日本の航空産業は予想をはるかに上回る成長を見せたこれに伴い航空会社からは保護育成的で固定的な45、47体制の下では増大多様化する航空需要に対応するための自由な事業拡大ができないとして 航空政策の見直しが要望されるようになった。国外に目を向けると、1978年にアメリカで規制緩和政策が始まり、特に路線参入の自由化と政府の航空会社への保護、規制の廃止による厳しい競争の中で運賃低下などが実現するのを目の当たりにし、航空事業の自由化への期待と圧力が無視できなくなっていたこともあるが、それよりも、 むしろ、国際線自由化によって被る、不利益の方が重大であった。つまり、45、47体制に固執し、国際定期路線の一社体制を堅持すれば、同一国から、複数の航空会社の日本乗り入れを認めざるを得なく、なった場合に、日本としては、日本航空の路線一社分しか確保できず、国益を損なうことになるからである。 このような状況の下1978年に設立された日本初の貨物専門航空会社である日本貨物航空が1983年にウニョーから定期航空運送事業免許を取得した。もし就航が実現すれば国際定期路線は日本航空に限るとした45、47体制への重大な例外となる。 翌1984年には全日空のハワイチャーター便が許可され航空行政が規制緩和の方向に舵を切ったことが明らかとなる。日本貨物航空は既得権益を持つ日本航空とフライングタイガーラインに必要に反対をされながらも1985年5月8日に初就航した。この流れを受け1985年に政府は 45、47体制の見直しを決定し、新航空政策を運輸政策審議会に諮問した。運政審は、翌年に、今後の航空企業の運営体制のあり方について、という新航空政策を投申した。ここで今後は、安全運航の確保を基本としつつ、企業間の競争を通じて、利用者の要請に応じたサービスの向上、経営基盤の強化、 国際競争力の強化などの実現を目指すこととした。日本の航空政策が厳しい規制主義にあった過去から、規制緩は競争促進へと舵を切ることとなった。これにより、全日空と日本エアシステムの国際線への参入、国内主要線の複数車参入が認められ、また、日本航空の完全ミニエーカと循環線への参入も決定し、45、 47体制は終焉した。現在の幅運賃制度の導入、スカイマークや北海道国際航空などの新規参入会社支援などの各種政策も基本的にはこの流れに基づいており、2002年の日本航空と日本エアシステムの経営統合もこの政策変換の影響を受けてのものである。ありがとうございます。